どうも皆さん、おはこんばんにちは、おとじゃです。毎週金曜夜18時半会場、19時ゲームスタートトライブパラノーマル香港、足やっていくぞ、出てくるぞ目の前から。はい、ドン。ここは別に、はい。いやー、怖い怖い怖い、この追われてる感怖い。ドゥン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 、はい、ドゥン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 、前を行く、止まるな。イエーイ、イエス、ハハハハハハ、サラダバー、ドゥン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 、はい、カード。一体どうなってんだ。なんだ、しまったぞ。一体どうなってんだ。いや、マジでわかんねえじゃねえか、お前。これさすがにわかんねえよ、俺。文鎮、天秤があるね。よかった、とりあえずは大丈夫だ。で、置いてると扉が開くから、その代わりのものを探してこなきゃいけない。古い機械、部品が欠けている。で、鍵が必要なんだね、この鍵が。代わりになるものあるかな。はあ、ああ、自殺したと。ほう、代わりになるもの、あ、お、これか。これを使って、あ、またある。これ多分、じゃあ、うー、血ついてるってよ。あ、持ったな、これで。はい、つけた。何をぐちぐちしてるんですか。めっちゃ下こぼれたけど。さあ、血が入った。これを、あ、ぶつかったの。代わりに開いた鍵がある、いける。あれ、どっかで見たことあるんだ。リロードしたぞ今。出てくるな、そろそろ。ここから出て、どうもー、キャシー、これいかんない。え、キャシーは近いの。通気口を開ける道具、あ、あ、開けるには道具が必要なんだろうな。いけるんだ。いけるの？うーわ、怖っ。はっはっ、びっくりした。あの化け物が自分のことを探してる。気をつけな。誰だお前は。なんだ急に気をつけなって。お前、上にいるのかな。急に出てきたよ。ああ、やっぱ。ふ、いや、今じゃないじゃないの。うわあ、怖。いや、でも歌ってるから、その女優の霊とプラス悪霊がくっついちゃってるのが。うわ、うーわ、多分見えてると思うけど、俺のこと。うーわ、気持ち悪い。やめてくれ。こ、絶妙に配置されてるな、机が。
本当にでかいんだよな、予想以上に。はいはいはい、あっち行ってらっしゃい。絶対焦ってはならない。一回一回止まっていこう。一瞬ね、一瞬画面消えたかもしれないけど大丈夫だよ。よし、巻いたな。大丈夫、後ろから来る？しばらく中止、うん、あ、今や彼女はリハーサル時にもう頭にヘアピンをつけている。やっぱ彼女のチャームポイントだったんだね。これまた戻らなきゃいけないやつか。なんだこのドアの。戻るか、戻るよな。できそうだ。あー、森。大丈夫だ。コウモリが通るってことは、でもコウモリがこっちに飛んできたってことは、向こうになんかやべえやつがいるってことじゃねえのか。誰か違うと言ってくれ。後ろは絶対に振り向けない。上へ参ります。うわー、出てきそう。あー、これはホイの社員証。あれ、一番最初に呪いの配信をしてしまった人だね。大丈夫か。隠れるときにどっかに落としたの。この辺りに落とすかな。冷静冷静冷静みたいな。まだ3日経ったが全く腹が減らない。
先にここに来てたんだね、ホイは。待って、でもさ、ちょっとあれなのは、終わりにしようとしたあれわけには、上にまずロープ結べたのはすごい、これ使ったんだろうけど、その後なんか椅子とかなしに、怪しいぞこれは。これは事件の予感がする。予感？ロックされている。鍵をどっかに落としたっつってたからな。どこだ？あったあったあった。いや、こんなとこに落とすかな。錆びついた鍵。ほいほい、いるよな。よかった。さあ、オープン。電話だ。お前、こういうゲームでの電話は黒電話と相場決まってんだ、お前。なぜかね、着信ありとかは別だけど、基本的に昔のホラーゲームだと、昔の世界というか時代の、なのいけないいけねえな、鍵がねえと。怖いよね。ジリリリリリン、あったぞ。なんで拾えないのかな。まだその時ではない。お、君のヘアピン。まあ、さっきから来てるあの雲の子は、雲の人形のやつを化け物はリンちゃんなんだね。ん？後ろに書いてあったのか。いや、鍵これだと思うんだけどな。ダメ？まだその時ではないね、これね。本当に？さっきからあるこれは何なんだろうな。もうなんかタルコフのやりすぎで、ガスマスクのフィルターにしか見えないんだけど。開かないから、あれ？いや、ここの鍵だよな。大丈夫かな、これ。どう見ても鍵、角度が違う。判定がシビア。あ、な、あー、これ読んだ方が良さそうだね。邪念を取り払う。ダメだね。あ、ごめん。これだわ。鳴ってたの、これだわ。もしもーし。嗰部TV发生过咩事？咁就要讲到佢嘅前主人啦。如果你唔想好似阿海一样下场，都系先谂办法离开，去搵一道隐秘嘅门。隠された扉。嘉伟喺边啊？喂，喂，喂，もしもーしてね。お、ドアに不思議な置物がある。一部欠けているようだ。これなんだろうね。なんかドリームキャッチャーみたいな形してるけど。おお、劇団長。ああ、なんか脚本家が物申してますけど。年代物の紙。なんじゃこりゃ。二つを選んで位置を交換する。ちょっと拾う。はい。ああ、入れ替えられる。高さを多分揃えるんだろうな。全然違うじゃん。ちょっと待って。
あれ、な、な、え、な、うん、あ、お、な、あれ、あれ、お、で、え、数字が関係あるのかな。3がここにあるけど、34だった。ああ、だよね。これが4。あ、で、占いだよね、これ多分。32、34。左から大きい数字かな。いや、そんなことはなさそうだな。ちょっと一回ヒントを探しに行った方がいいな。あー、これがヒントなのか。全部同じ高さに揃えるって感じだな。全部同じ高さ。28、25は同じ高さになってる。うわ、なんか後ろで歩いてる音聞こえてやだ。あー、惜しい。法則は何だろうね。やっぱそこを短いと。あー、あー、揃ってきたね、こっちが。はい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 、いいよ。ういー、ここがこれかな。あー、ちょっと高いね。じゃあこっちかな。あ、なんかこの模様も関係あるのかな。全く見てなかったけど、ちょっと違う。あー、揃ってきましたよ。すごい。これ以上揃わないね、これも。へー、模様揃ってる感あるけど、もうちょいね、高さがあったもんね。すげえ、そこで止まる、これ。はあ、あー、いや、模様が見えないな。もうちょっとなんかないかな。この中で完結してるっぽいね。揃えるしかないか。まず基準になる高さを決めたいよね。ここら辺かな。いや、下にさ、ついてるのとついてないのがある。つい、これつい、あれ？あ、ついてるよね。なんかちょっとずつ揃ってきてる感あるね。はい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 、来てる来てる。はい、来たー。で、なんだ。あ、なんか出てきた。バカ玉だ。こいつを、あ、はめた。あ、もう2つ必要なのか。ありがとう。そうね、短いのから合わせていくのにね。鍵拾えるようになりました。右のなんだろうね。あ、ど、2階の鍵って書いてあるのか。オープン。そろそろランプが錆びて回せない。錆びついてる。錆びてるから何？ 556 練習室、開かない。おお、本格的。
いや本格的なんだろうな。怖えな。いやもういつ出てきてもおかしくないんだよな。なんだなんだなんだ、前が怖い。前なんか隠れてそう。あれ、いない。なんだ、え、兄じゃ誰だろう。音じゃメロかな。いやー、これは分からんな。覚えとこう。兄じゃ、あー、何それ。え、待って、普通に考えたらさ、こっちが外なわけでしょ。なんで中見えんの、こっちから覗いて。アニージャが 1,2,3,4,5,6。 はい、まず6入れちゃおう。はい、で、白いのが2。で、音じゃが5で、メロ3。はい、あれ、音じゃ違う、メロ3。うわっ、うわっ、バカだー、やりやったー、ライトセブン。これ使うの、さん。はい、ありがとうございました。はい、本日はここまでとなります。やられたな。うわー、久々にそのあれ違ったかなからのドンをやばいな。はあ、最後までご視聴いただきありがとうございました。次回お楽しみに。ほんじゃまたなー。